はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ロザリアでございます。今日はですね、消化三種池を生けていきたいと思います。真風体と三種池の違いがいまいちわからないという方はぜひご覧ください。それでは花材の紹介をしていきます。一つ目の花材、これはトクサになります。中が空洞でですね、竹みたいな見た目をしていますけれども、非常に、成長が早くって、私はあんまり見たことがなかったんですけれども、どうやら北の方に主に生息するような自然にも生えている植物だそうです。はい、2つ目の花材は油銅弾ツツジになります。こちらはですね、ツヤ感があって少し、紅葉しているような葉っぱになります。ツツジですね。はい、はい、3つ目の花材はホトトギスになります。こちらも時期的なものですね。ちょうどシーズンのお花になります。はい、それでは生けていきたいと思います。キュー。はい、それでは生けていきたいと思います。今日用意した器はですね、こちらの器になります。これね、皆さん何に見えますでしょうか。私はね、これね、石に見えたんですよ。実はね、プラスチックでできていて、とてもね、軽いんです。この重厚感の見た目でですね、この軽さで、まあ、プラスチックなんでね、少々こうコンってぶつかっても欠けたりとかはね、なかなかないと思います。このタフさでとってもね、便利。そして割とね、お値打ち価格だったと記憶しております。で、まあ種類もね、何種類か、あの色も何色かあったと思います。ぜひね、これ買ってみてください。さあ、で、中はですね、この剣山が入っています。少しね、いつも使っている剣山よりはね、小さめの剣山しかね、これは入らないので、まあ軽めのものしか生けれません。すごく太いあの木とかはちょっと難しいので、まあそれがちょっとまあ難点かなっていう感じですけれども、まあ今そんなに太いものをいけることってなかなかないので、割とマルチに活用できるものだと思います。じゃあ今日は三種池なんですけれども、三種池と真風体が割とこう困惑する方が多いようなので、少し補足しますと、三種池はあくまでもやはり小風体に入りますので、真添え体というものが必ず必要になってきます。しかしですね、一種池二種池のようにですね、カチッと、1:2/3というふうにカチッといけなくても、少々崩してもいいよっていう、少しカジュアルダウンさせたような形になります。真風体はまた真風体をやるときに説明をしたいと思いますが、今日はね、三種池ですので、その真添え体は作っていかなきゃいけないということですね。しかし、二種池のように後ろが木、前が草みたいな、生ける場所ですねは、そんなに考えなくてもいいとなってますね。木草、木草ってなっても問題ない、っていうのが三種池です。真風体ができてくる前の
段階なので、まあ、いろんなものがあって、まあできた当初はですね、この中に加工された、植物ですね、ああいうものが入っている作品などもですね、昔の作品集を見るとあったりするので、まあこう古いものからこう新しい時代に取り入れてほしいっていう感じのね、努力がすごく見られるのが三種池っていう感じがしますね。この時代ですね、作られた時代は、床の間が少しずつ、まあ住宅からなくなってきた頃にできているので、まあ、そういうものにも対応できるようにということだと思います。それでは、芯からね、入れていきたいと思います。芯は特さでいこうかなと思いますね。あまりこう表情がなくてですね、溜めれないので、このまま使うしかないのでこれを使いましょう。だいたいそうですね、サイズはいつものサイズ感を守って、まあ、消化なのでこれぐらいのサイズにしていきますね。そして足元はね、しっかり綺麗にね、枝分かれしたようなものは外していくと。で、刺しにくいかもしれないですね、これ中が丸々空洞になっているので、これを刺すというイメージよりは、剣山のこの針と針の間にはめ込むっていう感覚で、剣山を使っていってください。なんとなく芯のカーブがこう見えるような部分をですね、こうくる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 させてですね、探します。でそして、芯の部分にこう刺していきますね。で横に行くようなイン型に入るような部分はですね、こちらのこちらがイン型になりますね。でここが陽型になりますので、このインの部分に入る部分はできる限りカットします。ただしカットしすぎてこっちが裸でこっちふさふさって なって変に、植物として変になってしまってはいけないので、まあ切るときは最後に切ってもいいですね。ある程度、まあ、絶対ここはいらんだろうっていうものは最初のうちにカットしてしまえばいいかなと思います。そして、添えの部分を、銅弾ツツジでいきたいと思います。銅弾さんもね、割と粘りがねありそうでないのでちょっと怖いですね怖い植物ですので、あまりこう溜めてどうこうっていうよりも本当に自然の曲がりを生かして、持ってくるのがベストだと思います。枝分かれをうまく利用して添えになるような部分を切り出していくというのが一番やりやすいかなと思いますね。でそして、こういう木のものはね結構硬いので、無理やり剣山に刺してしまうと、剣山を傷める原因にもなりますし刺さらないです。自分のね怪力パワーを、自慢せず細かくですね、ここは目安としてはこの針ですね。剣山の皆さんお持ちの剣山ね、メーカーとかあと種類によって
針の長さや太さ、それから隙間の幅ですね、これはねそれぞれ違うので、ご自身のお持ちの剣山の幅よりも細かく、するようにですね持っていくとうまく刺さりますね。そんなにグッと力入れなくてもねスイッと刺さります。細かくで、そして折れたりしているような部分は先にカットしておきます。そしてこの下ですね、添えの下についているような葉っぱ、今日はないですけれども、こういうところについているようなものはね先に取っておきましょう。これは横枝ですので、この下にもじゃもじゃ生えることはありえないということで、このやっぱ太陽の方向に向くようにですね、この下にもじゃもじゃついている場合は取ってください。ということで、これで芯添えができましたね。少し、やはり金ですので、ボリュームとしては添えの方が、ね、強いかなっていう感じしますので、芯に強さをもうちょっと足していきたいと思います。そう、映像で映るとね、意外とこのね葉っぱがね小さく見えるんですよ。で、肉眼で見るとねもうちょっとボリュームがあるように見えるんですけども、なんかこれね不思議ですね。多分この光沢のせいかなって思うんですけれども、なんかそう写真で撮った時もねびっくりしました。なんかね不思議な効果が、気痩せするタイプだなっていう感じのね、すごく小さく映っちゃいますね。もっとボリュームがね実際はあると思ってちょっと見てもらうといいかなと思います。もう少しこれを足してですね、太さを足していきます。で、交差するようなところもねちょっとカットしていきましょう。一つ一つね、松花の場合はそんなにたくさん数は入れないので、一つ一つの、植物のこう働きが見えるように丁寧に一本ずつさばいていくというのがねポイントになります。すごい荒れ狂ってますねこれ。で、後ろにももう一本入れたいと思います。まあ、なのでやっぱり一周いけですねをきちっと生きれるようになってから三種池に移った方が勉強にはなるかなっていう感じはしますね。この辺までいらないかな。まあ、でもその花材のね状況とか、ね、入手的なもの、あと季節的なもので一周行けってなかなかできないですよね。なのでまあ二周行けでもいいので、最初はやはり一周行け二周行けでですね、少しバランスを消化というもののバランスをきっちり覚えてから三周行けのこのカジュアルスタイルにね、行った方がきちっと行けれるようになるかなっていうふうには体感思いますね。あ、太いみたいな感じで、ちょっとずつずらして立体感を起こしていくという感じになりますね。はい、ではちょっと一回回しましょうかね。こっちかな。
はい、こんな感じで少し、隙間を開けてですね、太さをつけて、こちらに負けないような感じに持ってきております。はい、残りの花材ですね、あともう少しこれ残ってますので、これでね新米を取っていきたいと思うんですけれども、どこがいいかな、この辺がいいですかね。少しね、合わせてみたりとかして、まあ服でいう試着ですよね、ちょっと試着させてあげてですね、こんな感じがええかなみたいな。これここの方がいいかな、ここに入れようかな、新米よりも、よいしょ、添え打ちに持ってきた方が、あしらいでこう入れた方が綺麗ですね。それの内側に入れたいと思います。あしらいはですね、添えの、手前でも奥でも刺す位置はどちらでも構いません。芯よりもね、あまり前に来ない方がいいので、こう奥に振ってあげるとかぶらないんですよね。よいしょ、多少はね、結構多少はね大丈夫だと思うんですけれども、あ、逆に刺した方がいいかな。剣山ですので、刺し直しはね可能です。これで奥行きをちょっとね足していきます。動いたかな、はい、そして前をどうしようかな、使っちゃったから、もうちょっとこの枝っぽいところをちょろっと入れますかね。本当はねこう太いものとかがあると、今日はね枝が細いので太いものがあるとしっかりした芯っていう感じになるんですけれども、割と今日はねスリムなので、全体的にまあそういう日もありますよね。で少し、芯と添えをねマッチングさせていくような形に持っていきます。まあ後で部分的にね、省略するとこはしていきたいと思います。とりあえず、これで芯添えという感じになっています。このね、紅葉したものが入るとね、一気に秋っぽくなりますね。でこの銅弾のこういう動きがね、とっても今日は可愛いですね。そして鯛の部分は今のシーズンホトトギスになります。ちょっとね、葉っぱが私が放置しちゃったせいで葉っぱの状態があまりよろしくないかなという感じなんですけれども、ちょっと
綺麗に取ってと。でまずね、3本ありますので、いつもは入れますね。耐震、耐谷、耐先という感じでいつもは入れていきますけれども、今日は3種池ですので、そこはね一回ちょっと捨ててもらって2本でもいいですし、5本入れてもいいです。まあ、1本でもまあ悪くはないんですけど、やはり2本使った方がいいなっていう感じの風潮ですね。悪くないと思います。まあ、1本で整うなら別にいいと思うんですけれども、まあ、その辺は見た目で、判断してもらうしかないかなっていう感じですね。まずね、先の方から生けていきますね。割とね、こう新米が手前の方まで今入ってますので、これも結構細いと思うので、剣山に挟む感じ、剣山の針に刺そうと思うとすごく難易度が高いので、剣山に挟む。でそれで剣山の間よりも茎が細いものもまあたまにあると思うんですけれども、そういう場合はですね、この今日は大丈夫かな、このフローラルテープを足元にですね、剣山よりも中に入るぐらいのですね、思いっきり見えてはいけないので、中に入る程度に少し細工をしていけるといいですね。で間にもう一本入れていきたいと思います。でこれは小花小風帯なので、足元5センチぐらいは水際として欲しいところですね。少し残して、新風帯は、まあ、3センチぐらいあればいいかなっていう感じなんですけれども、やはりそのあたりがね少しずつ違ってきます。よ、最近サイレンすごいな。よし、でもしね奥行きが足りないなと思う場合は体翼も入れてもらって大丈夫ですけれども、今日はどうだろうな、今日はいらないような気がしますね。入れようかな、なんかちょっと後ろが重くなっちゃいそうな気がしますけど、ちょっとうるさいかなと思うので今日はなしでいきたいと思います。合わせてみていらないなと思ったら入れないでいいと思います。それではですね、こういう感じになりました。あ、お花が、はい、今日はねこういった感じで完成です。徳佐が死んで、それに道壇さんをですね豪華に使って、
でそして、少し締める、意味合いに新米も使って、そして鯛の部分はホットトギス、今のシーズンのお花で飾るという、まあ色合い的にはねすごく地味なカラーかもしれないですけれども、秋らしい花材になったかなと思います。それでは完成です。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。松花山水池は、時代とともにですね、床の間がなくなり、海外からの花材や、まあ品種改良したものがたくさんね出回るようになった、まあ、時代に合わせて、作られた生け方ではありますが、やってるとですね非常にバリエーションが豊かで奥が深いものになりますので、ぜひねチャレンジしてみてください。それでは皆さんまたお会いしましょう。じゃおー。